はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。この部屋何号室なんだろうな、これ。これ、あーでも開けてあるから見た部屋っぽいね。何号室か、あーこれバチバチ部屋だ。電気バチバチ部屋だよ、ここ。電バチ部屋、電バチ部屋、電バチ部屋だから一回出て。おい、マジかよ、もうやめて。でもこれやると消えるんだよな、あいつな、マジで。ガラガラ言ってんのよ。あれ、こっちはいけんのか。あともう常時走ってほしい。ちょ、体力とか気にしてる場合じゃないでしょ。完全に体力とか気にしてる場合じゃないので、バヤイじゃないのよ、ここ。どうしてこんな悠長にとっこ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 できるのか、ちょ、私には理解できない。で、一応もうパスワードは分かっているので、ここを上げてあげればいいんだな。あ、なんか止まった。カチャカチャ。やっぱり開かない。まあパスワードがあるからな。ナナちゃん、聞こえる？ナナ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 、なんとか。めちゃくちゃ聞こえるじゃん。さっきどうして聞こえなかったの？電波妨害でも食らってたの？防音性が担保されてない。よかった、ヤマハの防音室みたいに。よかった。このドア鍵がかかってて外からじゃ開けられないんだ。うん、内側から開けられそうにない？どうすか。私もさっきから鍵を探してみてるんだけど、うん、この部屋内鍵が動かないのよ。内鍵にさ、鍵って必要じゃなくない？普通そういうもんじゃない。ドン引き。となるとやっぱり暗証番号を見つけ出す。うわー、あずさ悪いやつだな。もう番号見つけてるのに困っちゃったなみたいな。もう少しだけ待ってて。よし、じゃあパスワード。うん、もう少し私も中から開けられる方法がないか探してみる。おー、ちょっと頑張ってくれ、頼むわ。それじゃあ、うん、何か手がかりを探しに行こう。掴んでるのにすっとぼけてる、悪い子だね。これでパスワードで金星だから、2なんで手でパンって押すの、なんか幼女感があってちょっとかわいいな。2481、これで開いたんじゃない？来てくれ、ゴー。開いたー、とうとう会えたよ。もうナナちゃん、ナナよかったよ。ミオ、アズさん、お前のせいだぞ。このタイミングで詰め始めたらもうその人間関係は終わりなのよ。二人のおかげよ。でしょ、うん、ナナちゃんが配信してくれてたから。配信絶対自分の意思でしてないじゃん、これ。あれ、このパソコン、パソコンでしかもちゃんと配信してる、えらい。ナナの配信用のノートパソコンじゃない？え、違うの？どうしてこんなところに置いてあるの？あ、持ってきてたんだ。え、違うの？あ、これは、それは7ですね、これは7がやってますね、これは。今回の撮影に必要で。どういうこと？今回は動画だし急だからスマホで撮るだけでいいってナナちゃんが。やったな、こいつ。だから、目のハイライトが少なすぎんのよ。7？ 7？ あ、怒ってるよ。怒るよ、そりゃ。ごめん。実は友達と一緒にミオとアズサをドッキリに仕掛けようとしてました。ああ、じゃあもう完全にナナがやってたのか。ドッキリにしては俺2回死んでるけどな。やっぱり全部ナナの仕業だったのね。 アズサ切れるよ、これは。さすがに怖いもん、したもん。それは本当にごめん。うん、でもおかしいのよ。おかしい、なんで？おかしい？何が？事前に友達と話してた予定と違うことばっかり起きるの。これドッキリに含まれてるんじゃない？君も。どういうこと？どういうこと？もともと私がミオとアズサを3階まで連れてくる予定だったのよ。うん、なのにあんたたちは途中でいなくなった。それは君の段取り不足では。仕方なく先に待ち合わせ場所にしてた理念室に来たら、うん、友達はいないし、スマホは圏外で繋がらないし。これは予定外のことは起こってるし、友達は死んでいるね。挙句の果てに理念室に閉じ込められちゃって。で、あのざま。必死に開けようといろいろしているうちに、うん、今度は棚が倒れてきて身動きが取れなくなって。危なかったな。じゃああの着ぐるみは。着ぐるみは予定にあったのかな。着ぐるみ？ああ、ロビーにあるあれのこと。下見には来てんだな、しかも。知ってたんだ。あ、怒ってるよ、怒るよ。そりゃ多少下調べはね。うん、昔向かいにあったファンタジーランドの着ぐるみらしいわよ。へえ。あれが
どうしたの？すごいな、定型がすごいな。普通こういうとことは死んでも定型しないけどな、遊園地。どうしたのじゃないわよ。あ、切れた切れた。私とミオはその着ぐるみに殺されそうになってたのよ。そうだよ。殺されそうって、え、何、全然話が読めないんだけど。うん、予定外だな。さっきからずっと血のついたナタを持ったその着ぐるみに追いかけ回されてるの。ここの字面怖すぎるだろマジで。昨今のラノベだったらタイトルになるぞ。着ぐるみがナタって。ま、待てよ、何それ、そんなの私聞いてない。いやこれはもう何度も追われてるから見間違うはずないわ。じゃあもう別のこと起きてるよ。そのお友達さんにドッキリで襲わせてたんじゃないの。あ、怒ってる怒ってる。ナナ、どんな危ないやつと手組んだの。危なすぎるやつだろマジで。違うわよ、そんな物騒なこと計画するわけないじゃない。なんか街の中でも暗い路地にいる人たちに依頼しただろこれ。じゃあ何、そのお友達さんが勝手に私たちのことを襲ってるってこと。友達って誰なんだよ。まず待ってよ、アズサ。うん、私が信頼している友達よ。やっちゃいけないことくらいはわきまえてるわ。いやでももうこの廃屋に連れてくること自体がやっちゃいけないことだと思うんだけれど。それにその友達って、うん、確かに私よりは背も大きいけど、うん、アズサどころかミオよりも小柄な子だよ。じゃあ手足が伸びてるな。もともと骨延長手術してる可能性がある。308号室で驚かしたら、すぐにネタバラシする計画だったし。ああ、あの部屋か。海なんて、そんな、それじゃあいつはなんで動いてるのよ。なんでだろう、怖えな。わからないわよ。呪いかやっぱ。私まだ動いてるところ見てないし。いや見たくねえよ。ナナ本当に知らないんだよね。この状況で嘘つけんの胆力強すぎるだろ。分かった。うん。じゃあひとまずその友達を探さないとだね。あ、それはいい子だね、優しい。そうだった、そんなヤバいやつがカッポしてるなら普通にあの子も危ないじゃない。めちゃくちゃ危ねえよ。どこにいるのか見当はついてるの。ついてんの。うん、わからない。そっちもずっと電話がつながらないのよ。電波妨害。そっか、じゃあ気をつけながら探そう。近場で回線めちゃくちゃに欲張って使ってるやつがいるんだろうな。理念室、一応中見てみるか。理念室のしかもなんか手前側がちょっと怖いんだけど。あ、ハテナ出てる、ハテナ出てるが、あ、なんかあるぞ。棚が倒れているだね。一回出るか、そしたら308。あ、3階で落ち合う予定にしてたから、うん、この辺りにいる気はするんだけど、うん、下に降りた方がいいのかしら。いやでも落ち合う予定だったらその場所にいた方がいいんじゃねえのか。うん、上がってきた階段が、そうで実は瓦礫で塞がれちゃって。非常階段使うしかねえな。え、じゃああの階段降りられないの。そうなんですよ。そう、だから困ってるのよ、他の場所を探さないとね。下調べしてんだったら知ってんじゃない。あ、そういえばそれ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 、確かこの隣に非常階段が。なんでこの二人は地図見てるのに一切その発想に行かないんだろうか。お、テンション上がった。いけるか。それだそれ、すぐそこ。ほら、サンクス。ここの奥入ったところに。うん、行くべ。ちょっと、これで出られるわね。あずさ、あずさ、よかった。味方の動きは一番つぶさに見た方がいい。待って、二人とも。いやこれはやばいです。どうしたの。もしかして。ああ、もうやめて。俺のこと、二人が言ってた着ぐるみ。ああああああ、終わり終わり終わり、早く早く動けって。動き出しが大事。ほら、あ、ブヒーっつってるし。 あれだよ、逃げなきゃ。やばい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 。おーおーおー、ナナも行くよ。おーおーおー、ナナ、うん、逃げるぞ。ナナ初だもんな。ちょっと待って待って、あぶら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 あこれドア開けっぱなしで3人で隠れてるってことよな。多分危ねえなマジで。何なのよあれは。こっちが聞きたいわけ。分かったら苦労しないわよ。そうだよ。本当にナナ
ナの仕込みじゃないんでしょうね。いやマジで仕込みだったらクズ中のクズよ。違うって言ってるでしょ。うん、さすがに私もあそこまではできないわよ。逆にどこまでやろうとしてたんだよ。そういやー金はマジで。ここ電話あったよな確か。電話で一回セーブしよう。ハテナ出てる。ああれ何これ調べられるの。えこのこれ何。あボタンあるじゃん。何かしらこのボタン。ポチッとな。あれこんなん調べられたっけ。あ出た思考のやつ。思考のやつだ。ナナちゃん大丈夫。これ知ってる人もいないだろマジで。大丈夫よ。うんけどカプセルがどこかに行っちゃったわ。これなんかこれで何届けんだろう。飯とか無理だよな。おおイザナミだ。多種多様なイザナミだを見せてくる。あーすげえ。302号室の鍵を手に入れた。およしいいぞ。じゃあ302号室行ってみよう。ここ何号室だよまず。これキャラクターあ変えられる。7にできるわ。77にした。これ何号。あちょ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 出ていいよ。そしたらここがじゃーん。うちあうってで、あ303号室って書いてあるな。303号だろ。302はどこ。302あ左側だ。向こうだ。7なんか立ち姿が高貴だな。なんか歩きもなんか7結構早い気がするわ。7の特性なのかな。キャラクターによって個体差があるらしい。まあそりゃそうか。302だからここかな。ここ初お初じゃない。お初にお目にかかる感じじゃない。入れない。こんななんか網みたいなやつなかったな。おハテナがある。ハテナん。ハテナが出てんのはこれか。これはあなんかある。着ぐるみの設置について。ほうファンタジーランド、閉園に伴い預かることになってなっていた着ぐるみですが予定通り本日搬入完了しました。本日の日勤シフトメンバーで事前に用意していたエントランスのショーケースへと設置しました。あ終わってからもらうんだ。なんかミッキーマウスもらったのとじゃあ同じってことか。これはなんか入ってるかな。何もない。いやでもこれ見とかないとな。何が起こるかわからんからな。テレビジョン、テレビジョン、電気はつかない。下にエロビデオもない。なるほどね。他はなさげか。確か308で合流しようとか言ってたよな。で308が308って一回入ったとこだよな多分。ここでいいのか。お邪魔するわよ。ここのシポが使えないな。ハテナが出て、これはこれ仕組んだんだよな。仕掛けがありますと。あとはあなんかある。何これ。三脚を手に入れた。三脚を手に入れて。他は人形でしょ。あなんか光ってる。何これ。クランクハンドルを手に入れた。えこれなんか三脚とか取れなかったけど、なんで今取れたんでしょう。ここの電気、テレビはつかない。ここら辺なんもねえな。こっちはここも開けたもんな。あとはこれはそういうコンセプトの部屋だったのか。本格的な台がよく残されている。コンセプト言うな。コンセプトって。あっていうか逃げてあれだったけど、あれじゃん普通に友あてかここ見れんじゃないの。いける。おイベント。あかんか。ダメか。いろいろあるぞ。でもハンマーとかあるから開かない。なんか向こう側で引っかかってるみたいで。何あなんかあれだ、人が入ってこれなくするようにする時のバットとか置いてあるんじゃないの。もうなんでいつになったら出られるのよ。ほんとそうなんだよな。でも鍵はかかってないみたいだし、この引っかかってるものをどうにかできれば。あそういえば理念室に窓があった気がする。ああなるほど。そこからどうなってるのか見えるんじゃない。なるほど理念室見ればいいのか。あの位置ならちょっと身を乗り出せば見えるかも。あそれでなんか長いやつでペンって。じゃあ一度理念室に戻りましょうか。理念室って平気で言ってるけど俺はこんな若い時理念室なんて知らなかったわ。あずさも行くわよ。行くよ。あ待って、仲いいんだなこっちの二人が。あ何おびっくりした。クソびっくりする。あどうしたねこれ。あら行った。どうした。あずさ足
痛い。大丈夫、溝に挟まっただけっぽい。え、そうなの？でも痛くない？大丈夫？え、大丈夫？あ、焦る、痛い。ダメだ、抜けない。どうしようね。そんな、あ、なに、ああ、上げようとしたのか。こっちもダメ、シャッター重たすぎて持ち上がらない。やべえ。どうしよう。防火シャッターってことは開け閉めするための何かがあるはずよね。露骨にあるな、あそこにな。露骨にこれあるな。これとりあえず一回確認。よし、大丈夫か。あずさ。足、今助けようとしてんだからね。足が防火シャッターと床の間に挟まれて抜けなくなっている。これか。この扉は何だろう。開くと一本の棒が飛び出ている。これバイオハザードではおなじみのやつじゃないのこれ。しかもそれ手に入れたな。調べといてよかった。クランクハンドル、これマジでバイオハザードとホラーゲーム以外で見ることないんじゃないの。ハンドルを差し回すと防火シャッターがゆっくりと持ち上がった。危ねえ。助かった。あずさ、よかった。あずさちゃん大丈夫？よかったな、あずさ。ありがとう、二人とも。危ねえ。あ、二人ともありがとうってハグして回ってる。アメリ、欧米か。ちょっと痛いけど大丈夫そう。よかった。いや、危ねえ。けど、なんで突然シャッターなんて。マジでな。やってるな、豚が下ろしてるよな、どう考えてもな。まあ廃墟だから、どこが崩れてもおかしくない。なんで急にポジティブになるんだ。注意していかないと。ね、防火シャッターどこのやつが閉まっちゃったんだ。ひとまず。理念室に向かいましょうか。だいぶ辟易としてしまってるじゃない。理念室。理念室もなんか何回か入ると調べられる場所変わんのかな。なんかそんな感じがするけれど。なんかあるか。ハテナ出てる。あ、窓か。窓。あ、見えた。あ、そうだよな。この窓調べらんなかったもんな。あれ、開かない。かねえな。立て付けが悪いのかな。廃墟に対して立て付けも悪いもクソもねえと思うんだけどな。こんだけ崩れ落ちてんぞ。全然ダメだ。あかんか。蝶つがいが錆びちゃってるのかもしれないわね。錆びつきか。錆びはなんかあのなんだっけ、あのオイルみたいなやつブシューってかけて動かすしかないな。どうする、うん、割れなくもなさそうだけど、さすがに危ないわよね。さすがにな。何か探してみましょうか。なんか開けられそうな何かを探すのか。302の鍵を見つけたから302には何かありそうなもんだけどな。あれ、なんかここ調べられたっけ。オイル。マジで俺のそクレ、あ、クレオイルだけど Q になってる。 CURE じゃなくてキュレになってる。スーパーオイル、俺の想像してたやつだよ。511みたいなクソ有名な型番があるんだよ確か。めっちゃいろいろある。何これ、鋭利なガラス片。あれ、こんなのなかったよなマジで、さっき来た時。どういうこと。もういっぱいある。長細いストローはこれオイルのやつに刺すやつ。このストローを取り付ければ、うん、できた。別にそのストロー取り付けなくても使えるけどな。あずさちゃんすごい、やるじゃない。見たことあったら誰でもできる。試してみましょう。はい、試してみよう。あ、これであれに使えばいいのか、ドアを。なんかすげえいっぱいあるじゃん。ハテナがもっと増えてんのかな。一回セーブするか。たら理念室のあの奥のところにマジで想像した通りの潤滑油を刺す。で、あと潤滑油ぶっ刺したとしても錆び効くわけじゃねえからな。急に何回も動かさないといけない。あ、なんかアイテムすげえな。下に寄ってる。これ何。俺なんか気になっちゃうんだよ。これ上に持ってきてほしい。三脚ビデオ、あ、ビデオとこれなんか組み合わせとかできないのかな。あ、ダメか。勝手に合体したしな。これをここに使えば開くんかい。開いたわ。なんて気軽なんだ。メンテナンス性に優れてる。ちょっと真っ暗。ミオ、ドアの方を見てくれない。何時間ぐらいいるんだろうな。分かった。見れる。一番でかいあずさが見た方がいいんじゃない。見えづらいな。よいしょ。落ちるぞ。大丈夫か。うわ、すごい。ミオ大丈夫。落ちないでよ。大丈夫だよ。縁起でもないこと言わないで。はい、でけ。ごめん。あれ、ミオも。あ、
ドアノブと手すりがビニール紐で結ばれてるみたい。あ、なるほど。これのせいで開かないんだと思う。じゃあその紐を切れたら外に出られるってことね。やるじゃん。そうだね。まずは紐を切れそうな何かを探さないとだね。そうだな。そしたら道具、立ちバサミ、ドアノブと手すりがビニール袋、どうすれば扉が開くかもしれない。なんでやねん、立ちバサミだろ、どう考えたって。立ちバサミ、ドライバーでもいけるし、飲みでもいけると思うよ。飲み、おい、なんで現実から目をそらすのやめろ。これか、なんでこれ、やぶねえよ。よりによってお前立ちバサミ使えよ、バカか。ビニール紐が切れた。絶対違う。どう、ミオ、紐は切れた？切れた切れた。うん、これで非常階段への扉も開くんじゃないかな。うん、多分行けるとは思う。さすがミオね。行ってみましょう。行ってみましょうか。じゃないが。よし、じゃあとりあえずいい感じに開けられたっぽいので一回セーブしてとか言って、豚でんなよ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 豚でんだよ。何なら、なぜならそれじゃまた次回って真央さんはもう言おうとしてるからね。それじゃまた次回って言おうとしてる真央さんを邪魔しちゃいけねえからな。よろしくな、よろしくな。それではまた次回、バイバイ。